二世医療とは、ヤブ医者が行う、インチキ療法のこと。インチキ療法という表現もある。また、このような医療を行う医者のことは、昔から、ヤブ医者と呼ばれており、現在でもその名称で呼ばれることは多い。中でも悪質なものは、悪徳医師と呼ばれることがあり、さらに最近では、インチキ医療を繰り返す医師は、リピーター医師と呼ばれることがある。オックスフォード時点は、 クワックについて、A パーソン風、プリテンズ2ハブメディカルスキルアナレッジという定義文を掲載している。医療を受ける人の視点では、基本的には、ある行為に本当に治療の効果があるのかないのかによって、本物の医療なのか、偽医療なのか評価が分かれる傾向にある。医療関係者の視点では、おおむね、自身が属している集団がまっとうな医療を行っており、 他の集団がいかがわしい医療あるいはインチキな医療を行っているといった見解になる傾向がある。偽医療と本物の医療を線引きすることと健康保険の給付が受けられる、受けられないの区別は別の問題である。なお、何らかの治療効果がある行為は偽医療ではないので医療を参照のこと。一方、科学的、医学的根拠に基づかない医学のふりをした。 誤った考え方による医学のような概念で構成される標準治療ではないある民間療法の総称は偽医学とされている患者たちは気づいていないが現代医学というのはまるで宗教のような面があると医師のロバート・メンデルソンは指摘した患者は白衣を見ただけで無意識のうちについつい白衣を着ている人のことを信じてしまうというまるで宗教の信者が 宗教施設内で包囲をまとっている人を目にしている時のように、本当は白衣を着ていてもどんな人柄なのか全然わかるわけではなく、とんでもない詐欺師である可能性も十分にあるというのに、現代人というのは多かれ少なかれ科学を崇拝しているので先入観があって白衣を着ている人のことをついつい反射的に信じてしまうのである。 医師は人々の間にあるその潜入感を知っており、それを巧みに利用して患者の心理を操作するために、本当は白衣を着る必要がない時でも、あえて白衣を身にまとい、意図的に白衣姿を患者に見せようとするという。医師が治療効果がない行為や患者を害する行為を行うことがある。患者にとって意味がない治療行為や害があるような行為や、 患者の希望や意志を無視した治療は、偽医療とされることがある。医師自身がある行為に治療効果がないと知りつつ、あるいは患者に害を及ぼすと知りつつ、その都合の悪い事実を隠して行っている場合がある。マーティン・ガードナーは、1952年の著書イン、ザ・ネーム・オブ・サイエンスにおいて、偽医療がはびこる理由を二つを挙げた。ガードナーは、二番目に挙げた理由をさらに二つに分けて、 説明した。インチキ医師でも治療に成功する理由の半分は、人間の病気の多くは、いくつかの重い病気も含め、何ら治療を加えなくても消滅するからだと述べ、理由の残り半分は、人間の病気のほとんどは、心身医学的なものであるため、患者が医師を信頼すれば、治療方法が奇妙なものでも、患者はしばしば奇跡のように治癒するおかげだと述べた。また、 ブリーマント・キャロルによれば、医師の中に医学的神話を信じてしまう人もいるため、それが不適切な医療合意の原因になる恐れがある。医師の間で信じられてしまう根拠なきン知キの説については、科学における不正行為不正行為の具体例も参照。クラーク・スタンリーのスネークオイルパテントを取得し、何にでも効く薬として売られていた。展示で、スネークオイルは、 薬効がないのにもかかわらず、薬として売られているもの全般も刺すことになった。医師のロバート・メンデルソンは、医者の支持死欲には警戒するべきであると述べている。医師は、人間の体が持つ自然な変化に、治療という名目で介入し、その介入の対価として、報酬を受け取り、世間の評価を得ている。放置しても、自然治癒力で治ることを正直に言ったり、 別の医者のところに行くように進めていては、医師は報酬を期待できない。だから、医師は目の前に現れた人に医療処置を施す傾向がある、とメンデルソンは述べている。また、医者はそうするように教育されてもいる、とも述べている。また、医師自身には、偽医療を行っているとの自覚がないままに、それを行っている場合もある。現代西洋医学の医学論文や、 医学研究の場において、ある治療法が危険性があるにもかかわらず、調査を十分にしないままに危険性はないと主張する例が多々あり、医師の大半はそれを信じ、その治療法を実行し患者に害を加えてしまうことがある、とメンデルソンは指摘した。さらに、現代西洋医学の治療の中には、実は効果がないものが多々含まれている。それどころか、等の病気そのものよりも、 治療の方が、はるかに危険だということがしばしばあるとメンデルソンは、述べている。日本では、偽医療がはびこる理由として、本来医師に対するチェック機関であるべき移動、審議会が、まともにチェック機関の役割を果たしておらず、問題行為を繰り返す医師に甘く、免許剥奪という措置を取らないことが原因で悪徳な、行為が蔓延している、としている。ありがとうございます。